中津城中津藩は、武前国下下軍中津周辺を領有した藩。藩長は中津城に置かれた。天正十五年の豊臣秀吉による九州征伐後、針真思想山崎から黒田義隆が入部し、十二万三千国を領有した。その後、関ヶ原の戦いで先行のあったこの長政が、慶長五年、筑前福岡藩に五十二万三千百国で、 数を違法された。代わって、同年、同じく、関ヶ原の戦いで東軍方についた、細川忠興が、丹後宮津より39万9000国で入法し、江戸期の中津藩が成立した。忠興は慶長7年、藩長を小倉城に移して、小倉藩となる。中津城は、市城となり、城代が置かれた。寛永9年、第2代藩主、忠都氏は、 日ご間まもと藩に違法となった。同年、針馬明石藩より、小笠原忠種が小倉,小倉藩主として小倉城に入り、武前北部15万国を領した。市城であった武前中津城には、忠種の甥い、長寺が針馬辰野藩より8万国で入法し、再び中津城が藩長となった。元六十一年、第三代藩主、長種は失政 日常の不要績を咎められ、半領没収、本家の小倉藩、小笠原家へ預かりとなった。しかし、祖先の勤労により、弟の長縁が半減の四万国をもって、後を継いだ。教法元年、第五代藩主、長、が七歳で養成したため、その弟、長公が、針間康氏藩に違法律藩となった。教法二年、奥平正主が、 丹後宮津藩より十万国で入法した。以後、明治四年の廃藩地権まで九代百五十五年間支配するところとなった。廃藩地権の後、中津県、小倉県、福岡県を経て、大分県に編入された。1844年、藩校、新治官に、小畑徳次郎が入門。明治四年に、福沢諭吉の弟子となり、校長に就任。後に、 中津市学校に改組され、九代藩主、奥平正幸と共に、藩主らは、江戸藩邸の慶応義塾へ移った。奥平時代の同藩の出身者として、藩位であり、解体新章を表した、前の両宅、下級藩主出身の福沢諭吉がいる。また、福沢とは親戚にあたる増田総太郎の二名をして、郷土の英雄として位置づけられている。西南戦争の時には、 旧中津藩市によって、中津隊が結成され、西豪軍に参加した。戸山12万3000国国高は16万国とも、県地後は18万国とも説がある、吉高長政戸山39万9000国、忠興忠都市、小倉藩不代8万国4万国町次町、勝永谷町園4万国に、現地町、不代10万国、 正し正厚正か正尾正隆正尾正道正本、正行。ありがとうございます。